ハップル宇宙望遠鏡から見た NGC5194 と NGC5195、NGC5195 もしくは M51 ビットは小持ち銀河に付随する愛称銀河である。これらの銀河は両剣座の方向へ地球から約2500万光年離れている。この銀河は天文学で最も有名な友銀河である。NGC5195 は 1781年3月20日に、フランスの天文学者、ピエール・メシャによって発見された。上述したように、NGC5195 は天文学で最も有名な友銀河である。これら二つの銀河の相互作用には、古くから理論的な関心が持たれてきた。二つの銀河は道川きする、宇宙人の橋で結ばれ、 このゴミは NGC5195 の中心を浮かび上がらせている。この観測から NGC5195 は NGC5194 の後ろに横たわるように存在していると考えられている。NGC5194 の重力の影響で NGC5195 の形はかなり歪に歪められている。そのため形態による分類は困難で、 ハップル分類ではしばしばレンズ上銀河もしくは不規則銀河として分類される。1945A は NGC5195 の中で発見された唯一の超新星である。この超新星はウィルソン山天文台の100インチ望遠鏡を用いてミルトンヒューメイソンにより銀河の北西部に1945年4月6日に発見された。この超新星は タイプ1に分類され、14.0等級に達した。ありがとうございます。